今日はこの U モバイルの、まあ、U モバイルについて話すんだけども、まあ2ヶ月間ね U モバイル使って、でもアップロードが非常に早くて、まあ、いい回線だったんだよね。で、まあ、5ギガの容量があって、でそれ使い切ると普通はさ遅くなるじゃん、通信制限がかかってね。だけど U モバイルはね、あのダウンロードは遅くなるけどアップロードはね早いままなんだよ。だから YouTube とかやってる俺はすごい重宝してたんだけども、まあでも結局解約しちゃったんだよね。YMAX をね、あの U モバイルの他に YMAX も契約してるから、別にそんな U モバイルいらないかな、 YMAX あればって。まあってことで、まあ YMAX 契約してるから、まあいいや、無料期間終わったら、もう別にもうそんな金払ってまで使うものでもないなと思って解約しちゃったんだけども、まあ今日話したいことはそういうことじゃなくてさ、あの U モバイル解約した後に、あの本社に SIM を送り返してくださいって言われるんだよね。でもし来月の15日までにSIM を送り返さない場合は2000円の罰金取りますよっていう、もうこれは大変だと思って、もうすぐに送り返したわけだよ。だけどもね、そのちょっと俺心配性なところがあってさ、あれ待てよって、あのまあ最初はさ、ちょっと82円切ってで、なんか封筒に適当に入れてパッと送ろうと思ったんだよ、郵便で。でもそれ途中で不慮の事故があったらどうしようって、もし本社に届かなかったら俺2000罰金取られるじゃんって、それはまずいと思って、でちょっと宅急便で送るのどうだろうかと思って、でも箱分とかあの安いやつ使ってもさ500円ぐらいはかかるわけだよね。こんなちっこいSIMカードをさ送るのに500円もかけて、しかも60サイズで送るのも大掛かりだなと思って、いやどうしようかなどうしようかなと思って、あそうだ、簡易書き留めがあるじゃんって、簡易書き留めだったら、あの、82円のあの封筒の料金、プラス310円でできるから、あ、こりゃいいやと思ったんだけども、でもやっぱ高いなと。でもいろいろまあ頭の中でこねくり返して、ね、こねくり回して迷ってたんだけども、もう、結局、最終的にね、あの、82円切ってで送ったんだよ。普通郵便で。いや、なんか、もう、よくよく考えたら、もういいじゃんって別に。届かなかったら届かなかったら別に2000払えばいいだろうって。その、ああすればいいかな、こうすればいいかなってこう、いろいろ考えてる時間も無駄だしさ、さらにそれで悩んでるストレスも非常に無駄というか。もう、それ、その心的ストレスとさ、あの、思考時間でもう俺2000以上、消費してるんじゃないかと、ふと気づいてさ、結局もう、バカらしいと思って、腹を決めて、まあ普通の郵便で送ったんだけどさ、まあ、今日はそれについて言いたいんだけどさ、まあ、何事もやっぱりさ、あの、想定通りいかないこともあるわけでさ、常にそれを念頭に置いて行動した方がいいんじゃないかなと。まあ、例えばこの小屋建てる時なんかも、もちろんあのトンカチなんか握ったこともないような素人が建てたわけだから、あの当然何か不具合があるだろうなと思って、もう最初からこの小屋はあの修繕費用がかかるなっていうのを頭に置いて建ててたから、いざやっぱりさ、あの小屋建て終わった後に、あやれ隙間風が多いなとか、やれちょっと雨漏りがあるなってあったけども、最初に心構えがあったからそんなに焦らずに済んだんだよな。そういうことだよね。さっきのSIMなんかもそうだけどさ、あ最初にもう不慮の事故があった時は2000払うって腹決めてればね、全然そんな怖くないでしょ。何事もやっぱりそういうことだなと。あとなんかあるかな、いい例。あれだ。あの、よく、あの、格安SIM 使い放題プランみたいなのあるじゃん。で、あ、
使い放題プラン出たんだと思ってさ、で、契約するじゃん。で、しばらく使ってると、すいません、使い放題プランは3日で何ギガ制限がかかりましたみたいな感じでさ、全然使い物にならなくなることあるでしょ。詐欺じゃねえかって。昔、YMAX でもそんなことあったよね。使い放題だって言っといてさ、で、制限かけて、なんだ、YMAX 詐欺じゃないかって言って、で、裁判沙汰になりそうになったから慌ててさ、確かね、その時は、規制後1メガの速度しか出なかったのが4メガまで引き上げたんだよね。裁判沙汰になりそうだったから。まあ、そんな感じでさ。あとは、なんだ、ソフトバンクだっけかな？ Y モバイルだっけかな？ 305ZT っていう機種があってさ、それでもさ、使い放題プランやってますぜって言って、結構ね、契約者出し、あの、け、契約した人いるんだけども、でもやっぱりそれも制限かかってさ、わ、クソだーって、詐欺だーって騒がれたんだよね。でももう、そんだけ、やっぱり、使い放題詐欺みたいなのがあるとさ、もう、ね、今話題の富士 Wi-Fi なんかもちょっとうさんくさく思えてくるよね。俺もいつか制限かかるだろうなって。最初からそういう考えで富士 Wi-Fi も契約してれば、いざ制限がかかった時もそんなにダメージないでしょうっていう。面白い話を思い出したわ。なんか、そういう格安 SIM のさ、格安 SIM をよく紹介してる YouTuber でカジマックさんっているでしょ。あの方がね、やっぱり結構使い放題プランを契約して、わあ、詐欺にあったみたいな何回もやられてて、で、もちろん今回の富士 Wi-Fi もすごい警戒してるわけだよ。もうこれ、使い放題って言ってるけど、これいつか制限かかるんじゃないかみたいな。で、制限かかってしまった時に、心にショックがないように、YouTube の動画見るときは 360p で見てますっていうことを言っててさ。いや、富士 Wi-Fi ってさ、4K 動画も割と、スラスラ見れるっていうかさ、それぐらいのポテンシャルあるのに、あえてさ、制限がかかった時のダメージの心境を考えたら 360p にしてますっていう、それを聞いてちょっと笑っちゃったんだよね。先読んでるなと思って。まあでもそれぐらいの心構えがあってもいいよねって。いきなりさ、毎日 4K 見れてたのにさ、急に、ほら、規制がかかって全然、ほら、360p ぐらいの動画しか見れなくなりましたって言ったら、もうショックでかいよね。最初から 360p で見てればさ、僕想定内でしたみたいな。分かってたけどねっていう。心構えが全然違うでしょ。まあ、そんな感じでさ、まあ、何事も余裕っていうのは必要だよね。なんか、ユーモバイルの話からいろいろと 話がとっちらかっちゃったけども、まあ、今日言いたいことはそういうことですよ。ってことで、まあ、俺が送り返した SIM 無事に届いてほしいなっていう。届かなくても2000円払うっても腹に決めてるから大丈夫。そういうことです。じゃあ、また今度。